いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2014年モデル、メルセデス・ベンツ S550 ロングプレミアムスポーツを紹介させていただきます。まず、お車の状態ですが、フロント複数箇所、ボンネット複数箇所に飛び石、右フロントドア、右リアドアエッジに傷、右フロントドア、左サイドスカートに線傷がございます。走行距離に関しましては約2万8000キロと低走行かつ外装面比較的良好なコンディションを保ったお車です。外装色はオブシディアンブラック、インテリアはブラックレザーが採用されております。市場でも高い人気を誇るW222 型の S クラスでございます。こちらのお車に関しましてはプレミアムスポーツということで、通常はオプション設定である AMG スポーツパッケージやショーファーパッケージが専用装備となっており、スポーティーかつラグジュアリーな仕上がりの1台となっております。またレーダーセーフティーパッケージも装備されておりますので、安全安心にドライブをお楽しみいただけます。ヘッドライトに関しましては LED が採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは 4.7 リッター V 型8気筒のツインターボエンジンが搭載されており、最高出力は455馬力でございます。また足元に関しましては純正の20インチアルミホールが装備されております。続きましてリア紹介させていただきます。テールライトに関しましても LED が採用されており、安全性視認性ともに優れたデザインとなっております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては電動での開閉となります。トランクスペース広々と確保された1台です。スーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっております。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックレザーが採用されております。運転席助手席若干ではございますが使用感がございます。ではエンジンを始動します。ステアリングに関しましては日本スポークのコンビステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されており、自由自在な変速が可能です。またアダプティブクルーズコントロールにより快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと360度カメラとバックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されております。また走行モードに関しましてはエコ、スポーツモードが用意されており、サスペンションに関しましても2段階での変更が可能です。フロント両席に関しましてはベンチレーター、シートヒーターが装備されており、一年中快適なドライブをお楽しみいただけます。続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましては目立った使用感がなく、良好なコンディションを保っております。また広さに関しましても十分なスペースが確保された1台です。後部座席にもシートヒーター、ベンチレーター、ブルメスター製のスピーカー、パノラミックスライディングルーフに加え、ショーファーパッケージによりリアモニターやオットマン機能が追加され、後部座席高い快適性を誇る1台となっております。最後に気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂いとはいたしません。今回は2014年モデルメルセデス・ベンツ S550 ロングプレミアムスポーツを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約2万8000キロと低走行かつ内外装比較的良好なコンディションを保ったお車です。数多くの専用装備によりワンランク上のお車となったプレミアムスポーツでございます。こちらのお車に関しましては455馬力を発揮するエンジンと7速のオートマチックシフトにより
大きなボディではございますが、力強い走りを実現しております。また、オブシディアンブラックのプレミアムスポーツに関しましては、限定60台と、市場でも大変希少なお車です。お探しの方はぜひとも、お早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。